皆さんこんにちは。 RC デザインスタジオのサードです。今回は RCTV 第8回ということで、前回に引き続き鉄筋コンクリート住宅の価格についてお話をしてみたいと思います。で、鉄筋コンクリート住宅が木造住宅とどこが価格的に違ってくるかっていう話なんですけれども、鉄筋コンクリート住宅と木造を比べた時にどこが鉄筋コンクリート住宅が高くなる要因を含んでるかっていう話なんですが、一つは構造体の価格が高いということですね。これは想像に難しくないと思うんですが、構造体でいるコンクリートっていうものとを木造の柱や基礎と比較したときに、鉄筋コンクリート住宅の方はだいぶ強度が高いんですが、それゆえにお金がかかってしまうという現実があります。そして鉄筋コンクリート住宅の方は木造と違い、法律的にこの構造設計というものが要求されています。木造住宅は、通称4号建築といって、構造計算が必要ない、簡易な建物です。木造住宅の場合も3階建ての場合は構造計算が必要です。要はその木造建築でも、簡易な木造建築でも3階建てとなるとちゃんと建物の荷重とか、揺れに対してどういうふうに動くかっていうものを検討しないと倒れてしまうからなんですね。で、2階建ての木造住宅というものは、大量に普及していますし、そういうものにこの構造計算を、することになると、やはりここについていけない大工さんとか、そういう方もおられますんで、やはり現実の運用として全ての建物、本来全ての建物にこの構造計算というものを、義務付ける方が、どう考えても正しいんですが、木造住宅の場合はそういうふうな運用の面で、簡易な方法が取られています。で、その、簡易な方法というのは、4分割法と言われて、建物の形を4つ、あの縦横を4、どこかで一度説明したいと思うんですが、そういうふうな簡易な方法で、ある程度バランスよく、構造耐力壁を入れるというやり方ですね。平成12年の法改正で、そういうふうな新しい、バランスを見て耐力壁を設けなさいという法律がつけられましたが、それは、淡路大震災の時に耐力壁のバランスが悪くて倒壊した建物が非常に多かったからなんですね。そういうふうな過去の地震の、被害ですね、そういうものを受けて法というのは、木造住宅の法というものが改正されています。で、鉄筋コンクリート住宅の場合は、特に壁式鉄筋コンクリート住宅の場合ですね、そもそも倒壊してないんで、そういうふうな法の改正というのはほとんど見当たらないです。じゃあこの構造体の価格が高いということについて、もう少し詳しく見てみたいんですが、このように、そもそも、半分の要因は建物の重さが重いということですね。その重さが重いことで、建物が揺れないっていう非常に重要なメリットを受けるんですが、そういうふうな建物の構造体が重いことで基礎というものが強固なものに、なってきます。で、半分は構造計算をすることで、構造計算をしてない木造住宅に比べて、しっかりしたものを作っていくということになりますね。なんで、鉄筋コンクリート住宅、もちろん鉄骨造もそうなんですが、は木造に比べて、システムとして安心できるものになっているということなんですね。この構造計算というものが、丈夫なものを作ることにつながりますし、そして、構造計算によって建物の耐震性を確かめることで、全ての建物が、安心して住めるということを立証するということにつながります。だからこの構造計算というものは強固な建物の最低条件だということですね。木造の建物で言って、その簡易的な方法の中、簡易的な方法の計算式の中で
例えば丈夫に作れてたとしても、それが現実的にそういうふうにちゃんと耐震性がある建物なのかっていうのとはちょっと別の話なんですね。なんでそういうものを構造計算によってちゃんと全ての建てられる建物が、その耐力壁というものがうまく機能して丈夫な建物になってますよっていうのを立証するのがこの構造計算というものなんです。で、その構造の、じゃあ構造体の価格が木造住宅に比べて鉄筋コンクリート住宅は高くなるわけなんですが、だいたい統計的に見て木造住宅は建物本体価格の 20% の割合を占めます。比べて鉄筋コンクリート住宅というものは 26% ぐらい占めるんですね。この 6% の差っていうものが価格の上下、鉄筋コンクリート住宅が、木造住宅に比べて高くなる要因として挙げられます。では具体的にその 6% というの6% というものがどの程度かというと、仮に木造住宅を3000万だとすると、鉄筋コンクリート住宅というのは3243万円になるんですね。でプラス先ほどの耐震性を確認する構造計算を行う費用というものがかかりますので、だいたい50万だと仮定すると3293万円になります。つまりだいたい鉄筋コンクリート住宅の方が木造住宅よりも1割高くなる要因を含むということなんですね。ですが、木造住宅に比べて、コンクリートを打ちっぱなしの住宅の場合は外壁材が必要ないんで、そういうところっていうのは逆に、価格が抑えられるようになります。なので300万円弱ですね、250万円ぐらいから300万円、だ1割弱程度、建物の価格が高くなるということになります。で、この1割弱っていう話をすると、それぐらいで済むんですかって話になるんですけれども、ちゃんと配慮して価格のことを、見通しながら、その構造体というものを、シンプルに作るってことはとても大切なんで、シンプルに作っていけばそれぐらいで、価格の、上下、上がりっていうのは、大丈夫なんですね。よく鉄筋コンクリート住宅は坪100万円もするんでしょっていう話があるんですけど、どうしてそうなるのかっていうのはちょっと私に分かんないんですけれども、私の実績で言うと、もうそこまで到底いってないですね。後でちょっと話しますが、で、要は木造住宅と鉄筋コンクリート住宅は構造体は鉄筋コンクリート住宅の方が1割ぐらい高くなりますよっていう話はあるんですけど、もう一つその話とは別に、この設計事務所プラス、ゼネコンで作る建て方っていうものの価格が、入札をかけてですね、ハウスメーカーの価格や、ハウスメーカーに近い工務店であると思うんですけれども、そういうふうなものを、会社が作る価格よりもシステム的に安くできるってことなんですね。このシステム的に安くできることで、先ほどの本来300万円ぐらい高くなるところを、だいたい同価格帯に持っていけるってことなんですね。当社でいうと、鉄筋コンクリート造のノウハウっていうものを蓄積してますから、いかに構造体っていうものをシンプルに作って構造体の価格を抑えながら他のノウハウも織り込んで鉄筋コンクリート住宅っていうものを木造住宅と同価格帯にするっていうことが可能です。この当社のノウハウと入札というシステムですね、そういうものを組み合わせて木造住宅と同価格帯にできるっていうものは、何もただ口で言ってるだけではなくて、過去を競合した木造住宅の、ハウスメーカーに大手ハウスメーカーに準ずるような、木造住宅の会社ってあるとは思うんですけれども、そういうところに比べて当社の方が安かったっていう実績や、だいたい同価格帯であるっていうことが立証できてますんで、
鉄筋コンクリート住宅というものを当社であれば木造住宅と同価格帯で建てれるっていうのはもう過去の経験から分かっています。で、まあ、ただその坪単価って今ちょっと坪100万ってさっき言ったんですけれども、この坪単価っていうものの、現実的にお客様のイメージと、まあ、こちら側というか業者側の、坪単価の含まれている範囲が違うっていうのをちょっと言っときたいんですけれども、お施主様のイメージっていうのは最終的な支払い額に対して、それを延べ面積で割ったものを坪単価って思われてるんですが、例えば支払いが3000万円でした。で、50坪の家だとすると、坪60万円ですねっていうふうに思ってしまうんですが、実際に世の中で流通している坪単価というものはそういう、坪単価ではありません。どういう坪単価かというと、総額に対してお客様が最終的に業者に支払われる金額ですね。税金、あとエアコンですね。で、あと水道の引き込みがあれば、水道の引き込み、あと下水の引き込みがあれば下水ですね。そうしたものや外構、土間や擁壁ですね、壁があればそういうふうな費用、カーポートがあればカーポートも当然ですね。で、あとカーテンや、照明、まあ、ここまで行くと、そこまで引く会社が、あったりなかったりするところですが、当社で言うとここまでは引いてないですね。ただ、いかに坪単価を安く見せるかっていうのは業者のテクニックの一つなんで、そういうものをどんどん省いていって、安く坪単価を設定するっていうことに、ほとんどのハウスメーカーは尽力しています。まあ、ここら辺も含まれますね。通常、照明はお客様が支給できるものだから抜いてしまおうとか、外部配管は、まあ、建物の本体価格で坪単価を出してるんで、建物の外にあるという、敷地の中にはあるんですけれども建物の外にあるんで、それは坪単価とは関係ないよねという考え方とかを使って、坪単価っていうものを、極力安く見せる、テクニック、まあ、テクニックというと変ですけど、まあ、そういうふうな考え方、が一般的です。だまあ、ここまで言わなくてもやはりこういうものっていうものは抜いたもので、坪単価というものは、実際考えられていきます。で、実際そういう坪単価が、世の中で一般的に流通している坪単価ですね、そういうものが当社でいうと、まあ、建物によるんですが42万から72万円ぐらいです。これっていうのはいろんな建物の形があったり、建物が大きくなれば坪単価は下がります。で、小さくなれば高くなっていくって形になるんですけれども、だからちょっと分かりにくいんで、だいたい40坪とか42、3坪とか一般的な、まあ、なんですかね、まあ、リビングがあって、子供部屋が2つ、寝室があって、何棟があって、まあ、1階にちょっと畳の小上がりがある程度の住宅であると、だいたい40坪前後なんで、そういうふうなものであれば、坪単価でいうと55万から60万ぐらいでできています。で、これは建物の本体価格、当社でいうとこれにプラス設計料がだいたい坪6万ほどかかりますんで、55万プラス6万で61万っていうのが、まあ、だいたい40坪ぐらいの坪単価ということになります。これはもちろんその建物それぞれに言えることなんで一概には言えないんですが、一般的に建てられているようなシンプルな構成の建物であればそれぐらいで実現可能です。で、これは当社のホームページの、まあ、提案例みたいなやつなんですけれども、そこで言うと、この建物本体価格が2000万ぐらいで、あっても、まあ、坪55万ぐらいなんですが、そのポーチ周りの金額ですね、設計料、エアコン、カーテン、コンクリート土間、カーポート、あと地盤改良ですね。地盤改良も建物によっては、まあ60万から100万ぐらいかかりますんで、まあ、50万とか40万ぐらいのケースもありますが、この
地盤改良っていうのは、まあ、よく聞かれるんですが、まあ、近年ほとんどの建物で行っていますんで、もう行わないケースがほとんどないと言ってもいいぐらい、まあ、山手の方の丈夫な地盤であれば、ないケースもありますが、木造住宅であってもほとんどの建物でされてますんで、この金膜というのをあらかじめ見込んでおくものです。で、まあ、建物の調査費というものを踏まえると、まあ、2000万が、まあ、このケースで言えば、2800万ぐらいになるんですね。だから坪単価で言うともう全然違ってきますよって話になります。だから、まあ、だからここの最新の金額で考えるんではなく、まあ、ここの坪単価っていうものなんで、そういうものを織り込んで、見積もり、予算組っていうのをしていく必要があります。当社で言うと、設計事務所っていうのはあまり金額のことに対して触れないですが、最後の方でちょっと触れるって感じになってくる会社って多いんですが、当社で言うと金額というものをとデザインを合わせて提案していくことで、お客様の不安に、不安なく価格というもの、を、まあ、ある程度認識していただきながら設計というものを、進めていきます。だそういうものが信頼関係につながると考えています。次回、家づくりのワークフローということで、家というものは家を建てたいと思ってから実際に、完成するまでどの程度の期間がかかるのかっていうものを、解説してみたいと思います。それではまたご視聴よろしくお願いします。できたらチャンネル登録よろしくお願いします。